日本の嫌いなところとかってあったりします？まだやっぱり同性愛に対してちょっと厳しいところですかね。私自身がそのゲイセクシャルのものなので、はい、男性の方のパートナーがいるんですけれども、はい、やっぱその方とちょっと辛いなって思ったりはします、はい、男性同士とか女性同士が結婚できないとかそうですね、そこがやっぱりちょっと心の方に刺さったりしますね。